キャリアトーク。皆さんこんにちは、株式会社アテミの吉田です。今回のゲストは瀬川源吾さん、大学4年生25歳です。高校卒業後就職をし、3年間勤務した後に大学へ進学されました。そんな彼のキャリアトーク。今どんな過ごし方をされてますか？はい、今は私大学の4年生でして、春からは、教職大学院に、まあ、別の大学なんですけれども進むことになっていて、今はもうちょうど卒論とかが終わった時期なので、結構時間には余裕があるので、アルバイトしたりとか、あとはまあ本とかを読んだりして過ごしてます。なぜ今その過ごし方をされてるんですか？私は今25歳で、まあ、来年というか今年ですね、26歳になるんですけれども、一度大学に入る前に高卒で3年間働いてまして、そこでその時ちょっと働いていく中で、あれちょっとこれ勉強したいなって思ったことがあったので、じゃあって思ってその後仕事を辞めて進学しました。高校時代はどんな学校に通っていましたか？高校時代は私は農業高校に、公立の農業高校に通ってまして、学科は食農科学科っていう食品系の学科で、結構料理をしたりとか食品の成分みたいなのを勉強したりしてましたね。高校卒業後は進学か就職どちらを選びましたか？私は先ほどもお話ししたんですけれども、高校卒業後は就職をしました。それはなぜですか？私の高校が農業高校っていうこともありまして、農業高校というか実業高校の場合は、結構大学に行く場合の入試の対策っていうのが、普通高校みたいな感じのセンター対策とかじゃなくって、基本的に推薦っていうやり方になるんですけれども、推薦の場合はやっぱりどうしても、行きたい大学と何を学びたいかっていうのが明確でないといけないと思っていて、私はそれがどうしても明確にならなくって、高校2年生のぐらいまでは進学コースにいて、漠然と大学に行きたいなって思ってはいたんですけれども、いざ志望校選びってなった時に、その行きたい大学、学びたいことがないっていうことが発覚っていうか分かって、じゃあ別に進学しなくてもいいんじゃないかなと思って、就職の方に切り替えて就職しました。行きたい大学、学びたい分野がはっきりしないから、じゃあ今行かなくてもいいかなって思って就職を選択されたっていうことですけど、どんな会社を高校就職で選ばれましたか？はい、私が就職したのは地元の農協 JA ですねに入って、それは、食育活動がしたいなって思って、それがきっかけで入ったんですけれども、高校生の時からその JA の授業で食育の活動をしていたのに、少しだけ携わらせていただいていたので、それがきっかけで、あ、これ面白そうだなって思って、そういう活動をしていきたいなって思って JA に入りました。最初のその JA の1社目の会社を選ぶ時は、瀬川さんご自身の行きたいなっていう気持ちで選ばれたんですか？そこにこう先生とか親御さんとか何かご意見はなかったですか？そうですね、それ選んだのは結構自分の考えで決めたっていう感じで、親はあんまり進路に対してあまり口出しっていうか言ってこなかったんですけれども、就職決まった段階とかで、なんか進学してほしかったみたいな感じをボソッと言われたことも過去にはあったりしたんですけども、でも実際進路選ぶ段階では特に何にも言われたことはなかったので、自分でちょっと面白そうだなって思って進路を選んだっていうのが、そうですね。今は、大学で学ばれているということだったんですけれども、一度就職されてまた大学に行く、そのキャリアにつながるきっかけのエピソードを聞かせていただけますか？きっかけはそうですね、私農協で働いていていたところが、いわゆる結構限界集落みたいに言われているような、結構過疎地域を担当していて、そこで農家さんと結構関わっていく中で、割と
東京とかの東京、まあ、都会の方ですと結構人と人とのつながりみたいなのが希薄化していって、結構それが孤独死とか社会問題化している中で、そこの地域では決してそういう東京みたいなまあ、物質的なっていうか、そういうキラキラしたような豊かさはないんですけど、結構周りの人同士が知り合いとかで助け合いながらっていうのもちょっと違うんですけど、割とお互い気にし合いながら生活していて、そういうなんかコミュニティみたいなのがすごいいいなっていうか気になって、じゃあそういう地域についての勉強がちょっとしたいなって思ったのが進学するきっかけでした。なるほど。じゃあ最初に就職して働く中で、高校2年生で進路選択するときには言えなかった学びたいこととか、そういうのが明確になっていったってことですね。そうですね。きっと私その就職してそういう農家さんと地域で関わっていくことがなかったら、おそらく今の進路っていうか進学っていうのはしていなかったと思いますし、やっぱりそういう経験があったからこれが勉強したいなって思ったことが見つかったっていうのはあったので、それは割と大きいとは思います。一度就職をして、で学びたいことが見つかってから大学に行く、そういったキャリアを瀬川さん今歩まれてますけれども、今の瀬川さんがもし高校生に戻ったとしたら進路をどう選びますか？今の、例えば自分が過去に行ったような農業高校に入ったのであれば、おそらくは就職していたと思います。というのもやっぱり多くの人の普通って周りの人の中での普通だと思っていて、農業高校とかの場合は周りの友達は結構就職することが普通みたいな感じで、自分もその中にいたので別に高卒で就職することがおかしいことじゃなくって全然普通なことだと思っていたんですけど、もし私が進学校に行っていたとしたら、おそらく多くの人は大学に行くと思うので、そうなった場合はやっぱり大学に行くのが普通だよねって思っていたのだなと思っていて、そう考えたらやっぱり環境による部分ってすごく大きいと思うので、今もし高校生に戻ったとしても同じ高校であればおそらくは就職していたと思います。一度働いてから、まあ、特に高卒就職をしてから、このキャリアについて今瀬川さん自身歩まれていて、なんかこう自信を持つこととか、反対にこう周りと比べたりして不安に感じることとか、何かこうメリットとかデメリットとか、そういったものすら何も感じないよという感じなのか、まあ、大半の方は高校出られて大学に行くっていうのが今は高校生の進路で 55% を占めているわけ で、高卒就職する方は 18% 程度で、その中でももう一度大学に進むっていうのはかなりこう人数というかパーセンテージで少数だと思うんですけど、そのキャリアを歩まれている瀬川さん自身は今の自分のキャリアについてどう感じてらっしゃいますか？そうですね、初めはやっぱりどうしても感じざるを得ないのは年齢っていうのは、やっぱりどうしても周りがほとんどが年下なわけで、やっぱり働いてから来ましたっていう人はほとんどいなかったので、そこはどうしても気になる点ではあると思うんですけど、でもそれって結構日本だけの現状で、 OECD の平均ですと22歳とかが4年生大学進学時の平均年齢が22歳とかだなっていうのを知って、あ、じゃあそれって全然日本だけのことなんだなっていうふうに思ったら、別に気にすることでもないのかなってそのデータを知って以来思いましたね。あとはやっぱり社会人に、まあ、3年間ですけど一応は社会人やっていたので、なんだろう、社会問題みたいなのの勉強を捉え方が違うっていうか、その孤独死の話もそうなんですけど、実態とかがわからない中で孤独死みたいなのを見て、僕もちろん孤独死を見たことはないんですけれども、でもやっぱり人のつながりが大事だよみたいなのを例えば授業とかでやったとしても、それを身をもって知って感じるのか、そうなんだって感じるのとでは全然違うとは思うので、まあ、私の場合そういう
つながりみたいな面で気になった点ではあったんですけど、例えば人によって就職する会社によって高卒でそこで何か感じたことがやはり大学に行った時に絶対生きてくるのは間違いないと思っているので、そうですね、割と学びが深くなった感じはあります。今まさに進路を選ぼうとしている高校生にメッセージお願いします。はい、高校生の皆さん、自分の進路を決めるっていうのはそう簡単なことじゃないですし、どうしても不安になることも多いと思います。でも例えば選んだ進路の先で自分が新しくやりたいなって思ったこととか、これに興味があるなって思ったことが出てくるかもしれませんし、そうなった時にじゃあもう大学に行くなり専門学校に行くなりしても決して遅いっていうことはないと思いますし、無駄なことっていうのは本当にないと思うので、自分を信じて頑張ってください。